フランスの。 まあ名前が何と訳すのかとありますけれどもよくまあ反セクト法とかセクト規制法というふうに言われているものがまあ昨今さまざま議論されているということですがこれもともとの名称はちょっと違ってですね人権と基本的自由に対する侵害をもたらす動きの予防と抑制を強化するための法律という名前になっておりましてこちらではちょっと簡単にするためにセクト規制法というふうに呼ばせていただきたいと思います。 このセクト規制法の中身いわゆるマインドコントロール罪的なですね、うんえー、無知ああるるいいは脆弱な状況を不法に利用すす罪といったものが、えー、ありま2つの類型がありまして1、えー、つが未成年あるいは年齢病気身体の障害肉体的あるいは精神的問題。 もしくはですね妊娠というものもここで捉えているのがフランス的でありますけれども妊娠のしている女性弱い立場にあるといったことでこういった人たち,の一流人たちが著しく脆弱な状態にあるということを後遺者が知っていた場合これがまず1点。もう1つ はですね、著しい圧力あるいは繰り返される圧力もしくはその判断力を侵害する技術により生じた心理的あるいは身体的な冷俗状態にある人これが2つ目のカテゴリーでしてそれぞれのカテゴリーの人に対してですね何らかの行為を 行わせあるいは行わせないためにその無知の状態あるいは脆弱な状態を不当に乱用する行為これを処罰するというのが日本で言われてマインドコントロール罪というような言い方で知られているフランスの無知脆弱のの不法利用罪といっったものになっております私が興味深いなと思っているのがその思想的背景でありまして。 セクト規制法がが年にに作られれたた、まあ、国会ででで議論がありましたけれどもここで出てくるのが啓蒙思想ですねやはりフランス革命の伝統があるフランスは,やはりフランス革命というのはいかにキリスト教を乗り越えるかといったところで出てきましたがその背景にあった啓蒙思想というのはその宗教的ドグマであったりとか、まあ、偏見そういった暗黒主義を光によって啓蒙によって乗り越えていくんだといったものがありましたが。 まあここでもセクトとの戦いというのは結局この同じ啓蒙思想に根を張るんだといったことが言われています。そしてもう一点 フランスの特徴としてフランス法の特徴としてあるのが弱いい人を守るという観点がありますおそらく日本の法律であったりとか政治の問題というのはいかに市民や国民を守るかとこういったことが全面的に議論がなかなかされていない部分があるんじゃないのかなというふうに思っています。あのなんといってもフランスは近代憲法のふるさとのような国ですので。 あのとととてても重要だと思でですす国しはね、うん、でフランス憲法の、まあ、あ最も革新的な何というか前提とは何かということを少なくとも日本の憲法学者たちはこう捉えてきたんですね。つまりその、うんえー、個人というものが一番大切でしょう。うんうん、この個人というものをさまざまな共同体ですとかあるいは歴史的な文脈からこうくくり出して。 自立的な主体としてまず立てるっていうこういうことですよね。で、国家それから個人というこの二つのまあ両極の対立構造として統治を描き出して、こう国家と個人の関係をどういうふうに組み立てるのかっこういう問題意識なんです。うんうん、そうしますと、この国家と個人の間に介在していたさまざまな中間団体、これを少なくとも実践はともかく理念的には全部排除すると。 こういうい構成を取るわけですね、うん、つまり教会もそうですし貴族階級もそうですしあるいはある種の同業組合的なものもあるんですけどもこれを排除してで赤裸々な個人をあるいは強い個人をそこに対峙するというこういう構造なんですね。じゃあ実践的に全ての中間団体になるものを法制上排除できるかっていうとそんなことはないわけで。 で確かにそのかつて中間団体っていうのは個人に対して抑圧的なアプローチをしたしあるいは国家と一緒になって個人をいじめたということもあると思いますでもしかし他方でその個人を国家から守ってくれるとかあのなんていうか優しく受け止めてくれて居場所を与えてくれるという効果もあったと思うんですねこの中間団体の持っている両義性をいかに調停するかっていうことをフランスはセクト法に至るまでですね本当に悩んでやってきてるわけですねじゃあ日本にそれがあるのかというと残念ながらそこはもう ほとととんんど欠落している、うん、といるうことななじゃか日本の,あの戦後の,あの法体系でまあ信教の自由とか政教,教分離ということを考える時にはやはりアメリカ合衆国の影響というものの方が大きかったわけなんですよね。で、えー、アメリカの,あの考え方はですね要するに宗教的なマイノリティをあを守るといいますかね、えー。多様な宗教団体がそれぞれぞに 自由な活動ができるこれがまあある種国税のようにもなっている国ですで、えー、そういう意味ではフランスと非常に違うんですねアメリカ的な宗教的なマイノリティをあの,の権利を守るそれが社会の,の弱者の擁護にもつながるとこういう考え方が従来の日本には強かったでこれはあのしばしば、えー、こういう言葉が適切かどうかは検討の余地がありますが宗教性善説と。 行ったりしていますよね、えー、アメリカ的な影響を受けながら日本にそういうものが入ってきたというところがありますで、今の宗教法人法はそういう前提にのっとっているとするとそれが妥当なのかとかなので宗教性伝説的な考え方で宗教団体を見,、まあ、見てきたことの限界をまあ考え直さなきゃならないという、まあ、そういうところに来てるんじゃないかなというふうに私は思います。 あの私ね先ほどの金塚さんのこのフランスがこう宗教というものを啓蒙思想があの宗教を乗り越えてきたっていう。 この言葉を聞いた時にはここが日本と違うんだつまり日本は違うんだと思いましたね例えば古代の国家はあのやはり仏教とともに成立するわけですよ仏教が入ってきた時に漢字も入ってくるしいろんな道具が入ってくるしでしかもその後は中国に留学させて僧侶たちを留学させてでこの動きって何なのかっていうと権威ですつまり国家に権威というものを与えるために仏教を使ったんですね でその象徴が大仏混流だったんですよこれ明治もそうなんですが明治の場合には今度はそれまで天皇家も仏教徒だったのに突然仏教をやめろみたいな話になって個人の信仰の問題なんて一切考慮せずにとにかく今度は神道なんだとこれを天皇制と結びつけます。そういうい歴史をを見てくるとと宗教と国家の関係を あの啓蒙思想によって乗り越えようとか哲学によって乗り越えようとかということを一度もやってないんです。乗り越ええ方は考えたことが一度もないという状態の中でいまだに私はやっぱり宗教,に宗教に対するある種の権威的な情動、うん、っていうんでしょうかでその情動を利用する政権っていうそういうものが残ってしまってるような気がするんです。 あの田中さんの指摘の中で大事だなと思ったのは、えー、と基本的にはやっぱり国家鎮護であったり、えー、国家を統治するために宗教を使ってきた場合には宗教教育を使ってきたで江戸時代であれば儒学とかですね忠、えー、と,とか孔を中心とするような、まあ、つまりお上にはしっかりと従いなさいと,、えー、と目上の人の言うことは絶対聞きなさいみたいないわばその集団を、えー、と安定的に維持するために宗教が使われ それがま道徳や価値観として江戸時代が終わった後もですね、ずっと続いてきてると思うんですよ。それは明治になってからも将軍が天皇に変わってもですね、基本構造は変わりませんし、それから戦前から戦後に変わってもその構造っていうのはあんまり変わってないと思うんですよね。ですからその個人が自立していくっていう経験をひょっとしたらまだしてないんじゃないかなと思います。政治とその宗教の関係っていうのは日本というよりもやっぱその東アジア自体がですね。 政治ががその宗教を使ううっていい側面が非常に強いんだと思います中国ではこの宗教事務条例っていうのができまして宗教団体を行政的にその管理するとこのカルト団体まあ,あの邪教というふうな形で言われてますけどもこれを国がある意味で徹底的に統制排除するっていうやり方をやって え中国公民の安全をですね国家が保障するという非常にフランスとは別な形で典型的なですね統制国家っていうのができちゃってるわけですね。ですからその宗教団体ののなまあ逸脱例っていううもあると思うんですでその逸脱した場合に行政的に管理統制していくのかその都度まあ政治団体でもいいですしその社会団体でもいいですけど批判しながらですね 行動を抑制させていくのか、このやり方っていうのをもう少し考えなきゃいけないんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。